切りな。どこから来た？あ、これ一番今回です。これ全部これ握り切りとか。これ多いですね。なんか、ハラが大安手以外にも全部で30はあって、はい、これをまとめてる事務局があるんですよ。で、一番は最近こう、若い丁寧に綺麗に。これは1匹ずつ。はい。こっちは2匹。3匹。1匹ずつ。でも、入れちゃう。2匹ってことは2枚入って、2枚の4枚入ってるんですか？2匹分やから、だいたい10枚入ってる。え、1匹に？ 5枚。あ、そうなんですね。こうやってな。こうやってな、全部詰めてるからな。すごい。冬場は冷たいし、夏場は魚が冬寒いし。うわ、いっぱい。これが大体200ぐらい。年末に120匹ぐらい。30、31日で120匹ぐらい。さあ、どういうとこなんですか？どちらから？超市場、うん、どこさんのどこで採れたところはこだわってらっしゃる？これは養殖やからね。鳥取、愛媛、高知、香川いろんなとこから、いろんなとこ。シーズン、季節によっても違ったり。いや、もうあの養殖場からどんどん入ってくる。あ、そうなんですね。大きい水槽にポコンと入れたらどこがどこやわからないとか。あ、そうか。あとは目方。